願いします。はい、今とどろきの玉川神社に来ているんですけれども、岡田さん、今年の抱負はどんなことを考えてられますか？皆様、世田谷公認の立候補予定者、岡川大輝と申します。こんばんは。今年の抱負ですけれども、たくさんの、区民の方々とやはりたくさん触れ合ってですね、いろんな意見を聞いて、そして、私たちこれから月に1回、程度のですね、勉強会などもしてですね、まあ、いろんな意見を聞きながら、私たちも、伝えられることをしっかりと伝えてですね、やはり地域の、健康とか、生活、そういうものをできる限り、まあ、サポートしていく、そういう活動を、たくさん取っていきたいと思っております。はい、で去年の年末なんですけれども、はい、京王線、小田急線、田園都市線の主要駅を凱旋マラソンということで、なんか何十か所も回られたんですけれども、その感想はいかがですか？はい、22箇所あの合計数えてみたら回ったんですけれども、その時に、本当にたくさんの皆様にあの応援しているよというお声をいただいて、すごくあの嬉しかったです。はい、でやはり切実なあの声もたくさん伺いました。あの苦しまれている方々がおられるとか、あの生活をどうにかしたいというふうなあの声をたくさんいただきましたので、やはりそういう、区民の、皆様の声をあの、区政に届けていく、そういうふうな役割をしっかり担いたいなというふうに、思い、まあ、決意が固まりました。はい、ありがとうございました。今年も頑張りましょう。はい、頑張ります。よろしくお願いいたします。